八戸市は、南部市の一族で、森岡藩氏の市族。本生は源氏。家系は、生は源氏の一流で、川内源氏の傍流、海源氏南部支流にあたる。八戸根城を根拠地としたため、根城南部市、八戸南部市ともいい、また、江戸時代に、東野に移ったため、東野南部市ともいう。なお、江戸時代に、 森岡藩から独立した八戸藩の藩主家とは、直接の関係はない。南部市初代、南部高校の三男、実長を外すると伝える。実長は、カイノ国派木里を領して、ナ石を称し、彼の着男、実継の系統が道の区へ移って、八戸市につながる。なお、実長のように男の長吉の系統は、カイノ国に勢力を保った。 なぎいみのの家はその子、長継の代になって、長継のまたいとこ、正幸と、長継の姉妹との息子、南部始行を養子に迎えた。始行は、南朝方に参加し、北畑秋家の道の区下校に従って、海の国から八戸に移った。以後、八戸氏は、南朝方として活動する。また始行は、八戸ねじろを築いたとされる。延元三年。 県無五年、始業は、北畑明家と共に、足利高氏に敗れ戦死し、実弟正長が家を継いだ。正長の後は、嫡男、信正の死去のため孫の信仰が継ぎ、信仰の弟、七戸正光は七古城を領した。後信仰は、八戸から、甲斐の国墓へ移った。八戸は三古南武士に管理を委ねたという。 その信仰が死去すると、その子らが若年だったため七戸正光が、根城南部下を一旦継いだ。この時期の活動から、森岡藩主となる三古南部下ではなく、根城南部下こそが、南部市の総領だったとも見られている。明徳三年、南北朝合一がなると、南朝方の根城南部下は劣勢となり、 足利義満に仕えていた三ン南部市当主、南部森行の勧めでマサは北朝へ駅巡し、根城南部家は会を去って、八戸へ再び下った。これにより根城南部氏は三ン南部市の影響下に入ることになる。八戸下校後、マサは家督を追い、南部長常へ譲った。なお、マサの実施、性喜びの継投は七古城を受け継いで、 七戸氏を称している。長常の後は、実邸南部光行、公共の無子う用南部長安、長安着南、南部守る清と継承された。八戸を称す守る清の後は、老いの八戸政形が継いだ。根城南部課は、南部正光が八戸に住んで以来、八戸公とも呼ばれてはいたが、この政形以前は、南部氏を名乗っていた。しかし、 生計以降は、八戸氏を称するようになった。生計の後は、八戸信長、八戸春吉、八戸義継と直系で続き、義継の後は弟、八戸勝吉が継いだ。しかし勝つには、男子がなく、一族の新田行政の子、正義が養子となった。正義は三個、南部信直に、小田原征伐三人を進め、三個城の留守境を、 つめている。南部藩では過労を務めた。養子による継承と、党の違法、正義の家督は子、八戸直栄が継ぎ、その後は、直栄帝、八戸直政が、婿養子となった。しかし直政は、越後高田の松平忠てるのもとへ、南部藩の使者として赴いた際に、急病で死去してしまった。 この断絶の危機に対し、直江の娘で、直政まさ人、新神二が家督を継ぎ、後継ぎには、一族の日田正弘の子、忠義を、婿養子に迎えて解決した。しかし、この相続のため、当時の八の領一万五千五百国のうち、田辺領三千国を藩に返上させられ、さらに、八のなど、下北地方から、伊達領堺の塔のへ違法された。 以後は、世襲筆頭家臣となり、中野市、北市と共に、南部か中で代々過労を務める、御三家の一つとして続いた。八戸内規家忠義の後、嫡男、八戸議長が継ぐ際、議長の弟、八戸義家が二千国で分家している。ただし、吉家家は、時代、八戸武之助が創生し、北市から養子。 八戸義はりごとを迎えたが戦国に原報され、没収分は本家の議長のもとへ戻っている。八戸義党の代に加造され1500国となり続いた。南部市への改正分政元年には南部藩の価格昇進を祝って北市、南市、中野市、東市と共に着市着村まで南部の称号を許され南部政へ戻っている。明治維新後は 旧藩主なので氏族であったのだが、明治29年先祖の南部始業が南朝中心として聖護医を追贈されたのに伴い、子孫にあたる党の南部党首、南部行吉は明治30年に特使によって男爵となっている。明治34年には文家の八戸内騎家が南部聖へ改正している。南部実朝南部三次南部長次南部始業。 南部正長南部信正南部新仰南部正三南部長常南部光行南部長安南部四季吉、八戸聖京、八戸信長八戸春吉、八戸吉次八戸、勝吉八戸正井八戸直江、八戸直正清、新二、八戸忠義等の違法八戸議長八戸議林。 八戸リカン八戸のブアリ八戸のブヒコ八戸、ギカオ八戸岸南部吉高南部吉持南部ズミ、南部吉安南部ユ吉南部吉信南部美実南部港、通る南部高校八木実長南部未コ長吉三次時座根長次宗教、正幸正光修行長修行次長、正永 新田清持信政。七戸正光信仰。まっ公共長爪。長爪。公共。長安。新田清正守清。清次政経政経森正信長。行政春吉。清森正勝吉吉継。正広勝吉。正吉義正義

義進義む義し政ち義した義義信けん。よし通つ。のぶひみ。にる。トル八戸ヘリカンはちのへは、南部としなの三男、山田としなの孫。父は、り中南部重信のぶの諸子。神殿家、中立市、田中市、沢里氏をもって、四天のご一家と呼ばれて、八ちのへか中の最有力者。 八戸南部市権力の中枢を形成した家であった。ありがとうございます。